みなさんこんにちは、ダイダラです。スーパーマリオパーティーで今日もクリア後のおまけ編ですね。現在もマスターチャレンジね、クリア後ですね、に出てきた、やばいやつですね。これ攻略中です。めちゃくちゃ難しいね。チャレンジ続けまーす。さて現在ね、マスターチャレンジ1面2面攻略完了で3面からです。やっていきましょうか。マスターチャレンジではね、通常のミニゲームよりも難しくなっているモードで、全部攻略するの相当きついんですよね。まあでもなんとか攻略していきましょうか。俺はやれる、いける、信じろ。OK、では行きましょうか。最後まで生き延びろ。で、カニカニハンマーです。よし、まあ知らずに最後まで残ってたらいいってことでしょ。任して任して、避けるだけだからこれ。さて、ワリオが俺でーす。ワーリオーわ。OK。おっと危ない、おっと危ない、おお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 わ、怖い怖い怖い、同時ハンマーアタックとかやめてくれ。よし、うー怖い、うー、ドキドキする。あと中途長いよ、地味に。今危なかった、うわ危ない。よし、あとあと10秒あと10秒今ギリギリ、刹那の見切り、見切れ見切れ、いいよ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 、勝ったぞー、よしなるべく正面に位置つけてたらいいってだけだからな。オッケー、さあなんとか攻略完了。よしよし、まあこんなもんかな。あの本当だったらチャレンジね簡単なんですけど、で通常はね10点以上取れたけど、難しいやつは13点以上になったり、少しね、点数とかシビアになってたりします。頑張っていきましょうか。さあこれビリビリです、ブルブルです。皆さんブルブル感じてください。3種類の音いきますよ。聞こえるかわかんないですけど、はい、感じ取って、ラウンドワーン。はい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 。ブ。ブ。で、2回来るやつと。ドドドドドドド。2回来るやつ、ドドドドドド。う。2回来るやつ、ドドドドドド。う。これ、後に響くやつだから、ボムヘ。で、ドゥーやだ。わかりづれ、でも。ドゥーって。よし、オッケー、ボムヘ正解。よっと、殴っちゃった。よいしょ。振動使うってゲームが多いんだよね。これ実況しづれよな。はい、次。カカ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 はなちゃんかな、俺。はなちゃんだと思うけど。まあ、みんなはなちゃんだ。だ、合ってるっぽいぞ、これ。うわー、オッケー、正解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 。いいね、いいね、10点取れた。次、2位取ればいいね、2位取れば。結局は全部当てなきゃいけねえから、どれがどのキャラクターかってやつを。それむずいんだよ。はい、次、KK。ドゥーン。ゴー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 。ドゥーン、ゴー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 。え、うーん。え、これ KK か、わかんないわかんないわかんない。じゃあ俺真ん中にしよう。わかんねえ。2番でいいだよ、わかんなかった。よかったよかった。今のコンピューターに合わせたんだよ、マジで。でも2点でか3点取ってクリアなので、これで OK です。こういう戦略もありやぞ、みんな。うわ、よかった、マジで。これむずかったわ今の。スタジオだって以上取れ。よーし、攻略だ。戦略的ゲーム実況者ダイダラです。はい、次、振り分けボール投げです。強く投げるか弱く投げるかで適当に選んで投げようってやつですね。行きましょう。ストラップつけてねってやつつけてますよ、ちゃんと。ゲームするときストラップつけるってのはマナーですからね、皆さん。マナー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 のマナーですからね、マナちゃん。行きましょう。おら、40点で結構高いからね、ほんと。よしよし、弱く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 、いや、弱く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 強く強く、いい点数。お前弱く弱く、いいねいいね、結構いったぞよ。33、おら、これであと少し、オッケーだー、きたー、40点超え、ダイダラ最強、50点、いい点数。ふぅ、ゲーセンであるよね、こういうさ、ボール投げる系のゲーム。めっちゃ汗かくんだよ、これ。
こういう手のゲームね。ゲーセン結構好きやで俺ね。あんま行かんけど、よし、一個飛ばしちゃった。さあ次これでーす。アンバランス、ボートゲーム、ライバルチームに勝てですね。あ、こっちもどっちもライバルチーム勝てなんだ。多分敵のね、強さが上がってるって感じですかね、これ。これはね、オールを漕ぐだけ。おーって、うわ、人数減ってるこっち。ずるい。ほら、俺こいてもさ、先生、ほらほら、ずっとこいていいだろうが。ほらほらほら、あ、だだだだ、頑張れ、そっちこいてくれ、そっちこいてくれ。よしよしよし。さあ、ライバルチームを叩きのめすことに成功した俺たちは、お前らこげよ。お前らこげよ、ちゃんと。よしよしよし。よしよし。さあ、こげ、こげよ、お前ら。よしよし。さあ、これで、ゴー。結構大差つけたけどね、途中危なかったね、ほんと。はい。お前ら仲間おってずるいな、ほんま。そういう逆不公平もあるんだ。負けないで、オッケーオッケー。さあ次、掛け算スロット、2ラウンド以内に勝てです。2ラウンド以内ってことはね、結構ね、50あるから55以上出さなきゃいけない。CPU が4以下出したら負けですね、これは。まあ4以下じゃなくていけるんだけどね。6、あ、賢い。ほい。6、よっしゃ、36! おい、お前らやる気あんのか。よしー。おーおーおーおお、最高値。さあ次14出せば勝ちです。14以上。3、5以上です。さあ CPU 見てからやりましょう。CPU。6。なら適当でいきましょう。ほい、ゴー、オッケー。無理しないでいこう。6失敗したら1だからね。さあ30で、これで勝ちでーす。じゃあな。フィニッシュ。まあ、掛けスローはね、だいたい安定して6、5あたり出せる。まあ、基本6で、安定思考でいくときは、5で、5出せるようになってたら、ね、問題なくいけるでしょ。うっす。さあ次だ。これ何？みんないるけど何寝てるの？で、あ、ふわふわバルーンだ。ね。お前ら寝てるやん。ずっとこっち来いよ。さあ180点以上でクリアしろ。で、風船が来たらワリオンですね。ぐるーって回して、風船を飛ばしてバルーンを回収していくって感じです。バルーンを飛ばして風船を回収かな。飛ばってわかんないでーす。めっちゃ悪いし。やる気あんのかお前。やる気あんのか俺。そんな股間でいいやんこれ。最悪や今の。悪い意地がやる気なさすぎー意地。オッケー、ナイスナイスナイス。さあ、1回目38。あんま高くないね、これ。大丈夫かな。頼むぞ、カロン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 。やる気ある、やる気ある、ほんとやる気ある、やる気ある、カロン。だい、やる気ありすぎても困るんだけど。で、ちょっと待って待って待って、俺これ、最悪やんこれ。悪い意地、ほんま。俺今のやりようがないじゃん今の。ほらルイージも困ってんじゃん。うわ待って、1個下のやつがマジでやべえこれ。で、おーおーおー、さあカロン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 、頼むで悪いじゃん本当。ようやくなんか仕事した感じすんじゃんおめえ。ねえ、うわっと、あ、おやべ、俺失敗した。うわこれダメかな。うわもう最悪だこれ。でもかい。さて改めてやっていきましょう。順番がちょっと変更になったっぽいですね。なんか2番目が悪い位置じゃなくなった。俺どこだ？俺、あ、俺一番上だ。責任重大ポジションです。一番上って、一番下が一番気楽なんだよね、ほんと。脳みそ殺してできるからね。よし、オッケー。さあいい感じに飛ばした。オッケーオッケーオッケー、完璧や。56だぜ。さっき30いくつかだったからもう全然違うでしょ今回。よし、 CPU 頑張れ。カロカロカロン、カロ、いいよいいよ、そこの3つの取れたら。風船はね、1個のやつと3つのやつがあってね、なるべく3つが多いところを取らせたい。悪いし、風選んでいいで。悪いし。俺も緩めていいかな、ここは。ね。よし。さあ、上出来ではないかな。114。ワンチャンクリアできるかなって感じ、今回。ちょっとね、CPU しくってたからね、これ。止める止める止める。待て待て。お前やりすぎんなよ、やりすぎんなよ、やりすぎんなよ。やりすぎんなよ。やりす、あー、もうちょっと待って、これやばいやつ、やばいやつ、やばいやん。やばいやん、ハワイやん。俺大ダラやん。これで決まる。俺のプレイング次第。オッケー、150超えたー。素晴らしい。よーし、よかった、マジ。でも今回もダメだって、俺落ち込んでたで、マジで。うーっす。見事攻略でーす。オッケー。オッケー、グーグル。はい、次行きましょうか。ででどーん。次のゲームこちらです。上げてピン、イラストパネル。音ゲーです。なりきりビートのやつ。バッバッバッってコントローラー振るだけ。行きましょう。ふっふっ。振ったね。オッケー。こんな感じ？
さあ、おい、オッケー、ジャスト25点以上やからな、ジャスト9回。いいねいいねいいよ、クリちゃん、クリちゃん、クリちゃん参戦するのなんでだろうね、ほんと。ポンポンポン、いいよ、ポン、ジャスト6回。はい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 、ジャスト7回来てる。パン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 、あー、ミスター。よし、オッケー、25回だ。もうこれクリアやろ。ポンパン、へい、終わり。よし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 、2回ミスっただけでしたね。マックス30点なんだね。やっぱシビアだな、これ。ジャストの回数がエグすぎる。オッケー、ガモン頑張るよ、あと少し。オッケー、さあ、プンプンちゃんのやつですね。ライバルチームに勝って、これ俺が一番苦手なゲーム、マジで苦手なゲーム。俺これマジ下手くそだから。これね、左右から来るコロコロするやつをジャンプで避けていくってゲームです。人数が不公平な感じ。今回はジャンプワリオです。僕ワリオムーンワー。さあ来てますね、ジャンプジャンプ。俺マジ苦手これ。早いね。ブーンブーンブンブン、頑張ろうな、ブンブンブーンブーン。いいぞいいぞいいぞ。向こうまた3人残ってる。ブーン、あと、あ、あと1人だ、向こう。これいける。あい、いいね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 。あの遅いのマジ余計な下手だよ俺。早っ、あっけ、勝ってしまった。やば、最強やった俺。ありがてえ、プンプンもマジありがとうな。さあ、なんとか勝ちました、あざす。俺が死んでてもプンプン勝ってくれてたな、今の。よかったぜ。さて、ピント合わせ15点以上取れでーす。ちょ、ルールだけ確認しましょう。縦に振るだけだった気がするんだけど。ね。あー、虫眼鏡で上って動かすだけね、これは。よいしょ。オッケー。さあ、頑張っていきましょう。15点以上取れ。15点って、やばくない？大丈夫かな、これ。よし。ラウンドワン。だから全部1位取れってことやろ？オッケー。まず5点。結構むずいぞ、これ、今回。はい、2回目。あ。オッケー！いいよ、いいよ、いいよ。今回早い、今回早い。敵も早いね、今回、でも。はい、次、ファイナルラウンド。お。この辺。オッケー！ 15 点全部1位取れってやつね、これ。なんか要求するやつむず、えぐくねえか、これ。わあ、15点以上取れ。15点マックスやぞ、こいつ。くそ、ふざけやがって。はい、次でーす。ノーミスで1位になれ。ノーミスでか。これ難しいんだよな、ブルブルのブル。これね、皆さん、ね、ブルが左右から襲いかかってくるので、ね、移動しね、避けるってだけのゲームです。やっていきましょう。避け割りをしましょう、避け割りを。ほい。真ん中？ノリで避けるのが一番だよ、これは。おぉ。CPU がいなくなってくれたら楽になるかなって感じ、あと。さあ、ここら辺からえぐいぞ。えぐいぞ、来るぞ。早い早い早い。やめろ、押すな。ちょ、CPU が押すんだって、これ完全。押して、押しのけようとして、戻した時にダメージ食らったりとか。えぐい、これ。早く消えてくれ、CPU。くそー。これ、CPU いないとこで避けよう。やっぱこの辺だ、俺。この辺でいいよ、ずっと。来んな、お前。待って、無理無理無理。やっぱ真ん中安定なんだよな。でも真ん中 CPU 多いからな。くっそー、これやばいなー。俺ノーミスクリアしたことねえんだよね、多分これ。頑張ります、いくぜ。避けて、じゃあこいつら押し、あっと押すか。待って、ほらほらほら、テレンさん、テレンさん。マジ人としてクズだと思う、それ。ほんま最低の人間のやることやで、ほんま見損なったわ、ほんまお前のこと。くっそー。そう、やっぱ普通にやろう。ああ、もう押さないで。今押してやったぜ、敵を俺が。うらっ。うらっ。ちょっと待って。オッケーオッケー。プンプン消えた、これで。一人消えたら楽になるぞ、これで。いや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 、いやいや、いやいや。お前邪魔やぞ。チョロ、チョロも邪魔、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 ほんま。ほんま勘弁して、ほんま勘弁して、ほんま勘弁して。うわー、最悪や、もう。今のは俺が下手くそ。くっそ、マジむずい。
最後か。いやね、これ最後まで生き残れじゃなくてさ、なんだろう、1位になれなんだよ。だから敵に CP を押し付けるっていう悪魔の所業をすれば勝てるんじゃねえかなっていう、そんな気するんだよ。でも今回ちょっと CP 全然食らってねえな、ダメージ。待てこれ。待てえぐいぞ、えぐいぞ。集中しろ。もう最後に行くぞこれ。オッケー、よかったー。あまり妨害せずでも今回行けたね、なんとか。はい、1位。いや、これね、5回ぐらい今クリ自体やったんですけど、相当ね、集中しないときついわ。なあ、キャサリン、キャシー、なんで使えねえんだろう。オッケー、さあ40点以上で、いや、90点。目が狂ってんのか、俺。さあ90点を超えていきましょうか。で、これは簡単です。引き上げるだけ。簡単なゲームです。金服3点、赤服1点。で、網で引き上げましょう。スタチュー。よし、3点、これでね。ほら、いっぱい引き上げてやろうぜ。じゃあ、金のやつが来たら、なるべく積極的に、金が来たら引き上げて、金ちゃんいいよ。金ちゃんなかなか来ない。よし、金ちゃん引いて。なかなかでっけえの来ないな。大丈夫今回点数。なんか不安になってくる。うわお、金ちゃんがちょっと減っちゃった。オッケー。おい、いいよ。さあ、ラストいったね。よっしゃ、割とギリギリ。ほんと。たまにこれね、運ゲーなんですよ、このゲームも。金服がやたら少ない時があって。ね。そんな気がするんだよね。なので、今回 OK。OK、ググル。はい、次行きましょう。あと2つでーす。さあ、3秒で釣れ。これどうやって釣んだっけ？ちょっと待ってな。3秒で釣れ。釣り方だけ確認。引き上げんだよね、確か。で、これでいいんだよね、こうやって。で、うーって引き上げんだよね、うーって。大きさ探らんでいいから、とりあえず釣れってことだよね、これ。めっちゃ簡単だね。泡出てるとこに行って、ピッて引くだけでしょ。で、これ誰でもできるぞ、こんな。行きまーす。見てください、皆さん。泡出てるとこか見てー。はい、泡出てる。ここ引いて、終わり。イエーイ。時間短すぎんじゃん、これ。ほんと。OK! というわけでクリア。1.23 秒って早すぎんごー。さあ、ラストゲームいきましょうか。ラストなんだ、これ。さて、このゲーム、ライバルに勝て、水鉄砲ですね。スプラトゥーンです、要は。これ、嘘です。水鉄砲を敵に当てて、敵を落とそうっていうゲーム。ね、ただそれだけです。いきましょう。ほら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 こうすんだよ。あ、痛い痛い、やべ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 、ほらやっべっしゅ、強っこいつ。オッケー、落とした。オッケー、勝ったこれってほんま不用意に端っこ行かずに真ん中取ったら勝てるゲームだと思うんだよね、ほんと。で、水鉄砲って人数多かったらなんかだいぶ変わってくんだろうけど、よかったー。さ、今回はね、ちょっと何個か苦戦したのあったんですけど、そこまで実は苦戦しなかったっすね。俺のね、ミニゲーム力もちょっとずつ上がってきてるってことなんでしょうかね。多分そういうことでしょう。さあ、皆さん、じゃあ今回はこれで終わりましょうか。次回、ゴーストジャングル編、またね、もっともっと難しいミニゲームが増えていきますので、心してかかるがいい。俺。俺かかれ。ね、また見てください。あつぽや。